はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、この後ろの内装の感じ見てわかるかと思いますが、茨城にございます文福飯店さんにお邪魔しております。僕はもちろんのことですが、大食いの方もね、たくさんこちらのお店にいらっしゃっておりますので、視聴者様はね、知ってる方も多いかと思いますけれども、今回もね、お任せで注文したところ、たくさんのね、おかずをいただきました。で、今日はね、しっかりとご飯少なめで注文させていただいたので、この感じであればね、なんとか完食ができるかなと思いますので、で久々にね、文福さんに来たのでいっぱい食べたかったんですよ。なのでね、お任せでお願いしたんで、ちょっとね、怖かったんですけど、今日はね、大丈夫そう。うん早速ではございますが、こちらのね、おかずたちがあったかいうちにといただきます。よいしょ。まずはお醤油を垂らしてと、ひとまずはこれね、ベジファーストということで、かわいいお皿に盛っていただきました。サラダちゃんでございますね。じゃあ、ベジファーストでいただきます。うん。うん。うん。やっぱり一品目にね、サラダがあるといいっすね。うん。とする。うん。そしたら、あったかいうちにこれ、僕のね、大好物でございます。これね、文福さんの超巨大シューマイでございます。これがね、マジでうまいんですよ。うん、うまっ。やっぱりシューマイうんま。うん。ああ、文福さんね、何回も来てるけど、なんだろう、この実家に帰ってきたような安心感、これがね、やっぱたまらなく好きなんですよ。うん。手羽元、はい、手羽元、ありがとうございます大丈夫かな、今日もなんとなく食えそうな予感がする、うん、そしたらね、続いてこちらのメニューですね。サメの煮付けみたいでございます。これもね、うまそうですよね。いただきます。うん、うまい。うん、家庭の味というか、この普通な感じ、もうこれがね、たまんなく好きなんですよ。うん、今来たね、この手羽元もいただきましょう。手羽元こんな感じでございます。うん、うまっ。うまっ。醤油と生姜が効いてるわ。うまいなこれ。うん、うん、酸っぱい。ちょっと続いてこれいっちゃおうかな。こちら煮込みハンバーグでございます。ワインを使ってね、煮込んだらしいので、これね、うまそうっすよね。いいよいいよ。うわ、でかくて箸が折れそう。よいしょよいしょ。うーわー、めちゃめちゃうまそうな断面図ですね。こんな感じ、ハンバーグうまそう。いただきます。うまっ。あ、この味付けたまらんな。うん。
んね。やっぱりね、文福さん毎回何食べても美味しい。メニューのね、種類が豊富なので、やっぱりね、僕もどれが食べたいっていうのが決められずにね、毎回お任せでお願いしてて、やっぱね、量は増えちゃうんですけど、こうやってね、いろいろ食べられるのがマジで幸せですね。ということで、こちらのね、巨大ハンバーグ完食でございます。こっちも行っちゃおうかな。こちらがね、牛すじ煮込みだそうですね。これもね、プルプルホロホロそう。うまそう。いや、すじ煮はうまいよ。え？はい、ごちそうさん。はい、じゃあ、でかっ。はい。ネギ味噌の焼き豚です。はい。ご飯そろそろ。そうですね。肉じゃなくていいですか？まだちょっと大丈夫です。まだ大丈夫ですか？はい。うわぁ、一皿でかいぞ。あれまぁ、うん、うまっ。これしょっぱさもそんななくて、単品でもいけるような筋煮ですね。うわ、これうまっ。ガンガン食べないとちょっと速度が間に合わないぞ。うん、完食でございます。はい、もうここで終わりかな。ラスカルさん、納豆好き？いや、好きですけど。納豆好き？わら納豆があるけど。いや、お腹いっぱい。大丈夫です。あ、そうですか。あの、ご飯もおかわりできなくなっちゃうんで。あ、おかわり、うん、あ、まだ大丈夫です。大丈夫ですか？大丈夫です。ラスカルさん、日本語わかんないんで。わら納豆一応ね、置いてきます。はい、わかりました。剥いてください。ありがとうございます。剥くの知ってます、ね、大丈夫です。大丈夫かな。ドキドキしてきたぞ俺。うん、はい、お待ちどおさま。すみません、あ、お味噌汁まで間に合いますか？ありがとうございます。置いてきます。はい、ありがとうございます。今日も大丈夫かな。全部めちゃめちゃうまいですけどね。うん、量がね。うん、カメラにはね、ちょっと音入ってるかわかんないんですけど、厨房からね、何かを炒めてる音がする。これ今日も食い切れないんじゃないか。はい、完食でございます。まあ、ちょっとお刺身も食べたいな。お刺身もね、今回一種類とかではなくて、こうやって盛り合わせていただいております。これタコか、炙りのタコだ。うまっ、うまっ。ちょっとね、ネタも乾いちゃうし、他のね、おかずも冷めちゃうので、こっからね、スピード上げ目で食べていこうと思います。え、今日はエビの入ったエビチリを。あ、量がまた多い。食べきれるかな、これ。大丈夫ですね。今日は返さないわ。でかいね。ひとまずこちらね、刺身も完食いたしました。やばいやばい。そしたらね、続いてこちらのメンチいきましょうか。巨大メンチでございます。もうでかっ。男性のね、拳2つ分ぐらいのサイズになってますね。めちゃめちゃでかい。ほい、ソースかけまして、ほいほいほい。これはね、間違いなくうまいですよ。はい、断面図はこんな感じでございますね。うまそう。いただきます。うん、優しいな味付け。うま。うん、やっぱりこの美味しさとか
優しさが本当嬉しくてね、まあ、普段の動画だったらこういっぱい出てきた時意地でもね、まあ、食べきろうとかあるんですけど、このね気持ちというかそれがね嬉しくて、いつもねこの苦しくなってくる前にね、お持ち帰りができるのでさせていただくんですけど、今日もねどうだろうな食べきれるかわかんないんですけど、やっぱり最後まで文福さんは美味しく楽しくねいただきたい。うん、愛情が詰まってんだよね。これね、まだメンチ途中ですけど、あったかいうちにね、こっちも一口ずつは食べたいので、先に紹介しちゃおうかな。こちらがね、まずキムチの、なんかお肉の炒め物でございますね。で、こちらがね、先ほどお持ちいただいたエビチリでございます。これロースかなんかかな？うまっ。またね、この上に乗ってるネギキムチ、これがね、めちゃくちゃ味濃くて、ご飯進むね。うん、うん、うん、食べ進めてたらですね、あの卵、味玉かな、こちらサプライズで入っておりましたそしたらね、これ熱々のうちにエビチリもいただきます。エビ、エビでかくない？でかっ。いただきます。うん、うまい。はい、助かった。はい、これね、あ、ラーメン、日本そば、日本そば、あのラーメンのスープで日本そばを食べるという、ちょっとあの新しい試みです。うん、うまそう。結構あのいいんですよ。うまそうです。美味しいです。でも本当あの、さすがにここでストップで大丈夫焼きおにぎり焼いてますけど食べますよ。お持ち帰りでそれはこれうまそうですね。食べてみてください。ありがとうございます。食べたまあそうだよね、そうだよね。ちょっとこれ先にいただいちゃおうか。さすがにね、麺類とかお持ち帰りできないし伸びちゃうんで、これは先にいただきましょう。聞いたことも見たこともないですけど、お蕎麦の麺を使っていて、スープはラーメンのスープと、まあ、お蕎麦とね、ラーメンを融合したメニューだそうです。あ、あっさりしててうまいな。ではちょっとこのね、麺いただいちゃいますね。よっと。うん、うまい。またね、この文福さんのラーメンのスープ柄だと思うんですけど、あっさりとしたね、動物系のスープで、まあ、特にね追加で香味油とかも入れてるわけではなく、ほんのりこれごま油なのかな、中華っぽい香り。うん、これがねいい。ラーメンのような感じではなくてね、まあ、程よい出汁感、そんなね優しいスープなので、このおそばにしてもしっかりと合いますね。うん、麺類になると急に饒舌になります。うん、ちょっとこれ麺量多くない？ファイトモードじゃないからお腹いっぱいになるね。しっかりとご飯だけ食べちゃうか。ね、少しのおかずと。うん。うん、うん、じゃあちょっとね、残りのおかずはお持ち帰りにさせていただきましょう。ということで、ごちそうさまでした。ちょっと今2品だけ余っちゃったんですけど、お持ち帰りでいいですか？はい、いいですよ。あ、
また今日も可愛いとしちゃんさんが、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。これは何のフルーツですか？これはね、本当に美味しい、美味しい。それとこっちも美味しい。いや、それはいらないな。今日はドリアンはいらないな。エドリアン、エドリアン。もう前回、あの池の水のサイダーやばかったですからね。2日間あの匂いだったんです、口の中。すごいでしょ。すごい。あのゲップすると、やばい。あのね、お腹いっぱいですよ、今日も。入れてきますよ。あ、お願いしていいですか？大丈夫ですよ。はい。どうでした、牛すじ？牛すじとろっとろでした。美味しいですか？美味しい。よかったんじゃ。しかも味付けもしょっぱくないから、ああ、食べやすくて。ありがとうございます。お酒のつまみにもなりますよね。いいですね、あれ、生姜も効いてて。しょうがねえな。あ、笑ったらつらい。ということでね、ただいまお持ち帰りもお願いいたしまして、ちょっとしたね、あのデザートなんかも心遣いでいただきました。やっぱりね、いつも来るとこんな感じで料理を出していただいていて、本当にありがたいなと思いますし、こうね、としちゃんさんと奥様と、あのね、文福飯店さんのすごくね、お客様に対しての愛、深く感じることができました。楽しかった、美味しかった。それで、今こんな時期ではございまして、いろいろね、お店の方にも不幸等が重なって、ただいまね、あの夜営業はしておらず、昼営業のみの、まあ、時短3時間ですね。1日約3時間の営業時間となっておりますが、今でもね、いろいろな方が、まあ、動画やツイッターを見て、いっぱいいらっしゃってくれて本当に嬉しいなんていう言葉をとしちゃんさんもおっしゃっておりました。ぜひね、皆さんもこの時期ではございまして、なかなかね、遠方等には出ることは難しいかとは思いますが、お近くにね、寄った際には、このね、美味しい文福飯店さんの料理と、としちゃんさんと奥様と、皆様とね、ぜひ交流をして楽しいご飯食べてみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。いやー、今日もごちそうさまでした。じゃあね。